それじゃあ。はい。どうや。ええ。そういや。女の子はみんないい人たちばかりですし、のびのびと働かせてもらってます。女の子の教育が行き届いてますもんね。支配人が女の子の接客練習するお店なんてどこ探しても他にはないと思いますよ。そうやな。真島さんの仕事を楽しむ姿勢、私が前に働いてたお店にはなかったです。とっても羨ましいです。ただ私以外の女の子とはあんまり話してほしくないですけど、仕事ですものね。なんでもないですよ。私最近楽しいんです。毎日このお店に出勤するのが楽しみで仕方がないんです。ほう。あ、でも楽しいだなんてダメですよね。お仕事でやってるんですから。楽しんでるだけだといけませんね。すいません。いや、確かにそうですね。私が毎日楽しいのは真島さんと会えるからかもしれません。うん、私が前にいたキャバクラのオーナーとは全く違いますね。そうか。とても優しい人だと思います。どういう。かわいい。ありがとうございます。真島さん、私今迷ってることがあるんです。私このお店辞めたいように見えました？うん、私こんな素敵な職場簡単には辞めませんよ。そっか、真島さんは私が辞めたら悲しんでくれるんですね。おいおい、真島さん。それじゃあ。今はまだ秘密です。いつか言えればいいんですけど。Ha ha ha.